はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。で今日は私ピヨキング非常に落ち着いております。でそこで思ったんですよ、今ねみんなでバトルやったらめっちゃ勝てるんじゃねみたいなだから今からみんなでバトルをやるんですが、非常に落ち着いた気持ちのまんまいけばめっちゃ勝てると思うんですよね。だから今日はね期待しててください。よしこのままジャンプしていきたいけど、待ってくれ、いや無視していこっか。これは無視していってジャンプ、うお危な、よしオッケー、これは焦んなくてもいいと思いますよきっと。うおうわうわ、ちょっと待ってちょっと待って、危ない危ない、よしオッケー、危ない、よかったよかった。でこのまま行くか。これはどうすればいいんだ、待って今の右のやつなんかブロック壊したらゴールっぽいな。まあいっか、このまま行くか。よし走っていきましょう。でジャンプ、よしオッケーオッケーオッケー。で左に行く、ジャンプ、これはね意外とチャンスなんじゃないかな。ジャンプオッケー、危ない、よしオッケー、あ待ってくれ、嘘、危ない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 から、あーまあいいか、ここは落ち着いていこう。おおひどい、見た今の、まあいいや、ここは普通に行こうか。で今ね夜中の12時半ぐらいにやってるんですが、こんな時間にねマリオメーカー、まあ平日のこんな時間にマリオメーカー2するやつがどこにいいんだよって話だけど、おりゃさっきのお返しだぜよしで次に行くと、上にねクリボンとかおるから危ないよな、おっそおっそ、ちょっとラグいけどお疲れ様でした。これはもうゴールかな、一応ねルイージが下にいるんですけど、そしてマリオがいるな、マリオチャンスなんじゃないかな、あれ負けたかな、あでも中間ポイントの音がしたからまだねゴールじゃないと思います。 OK でここのドアに入ると中間ポイントがあるんじゃない、 OK でファイアボールを取ってく、そして次はうわっそいやさっきも言った通り別に今日はねいつものみんなでバトルしてる時よりもねめっちゃ落ち着いてできてるんだけど、強いな S プラス、今回もねあのマリオ S プラスでレートが結構高いからあのマリオがね勝つんじゃないかなって僕は思うんですが、どうなんだろう。これオートって書いてたもんね、これオートって、うお危ない危ないオートって書いてたけど、これはこっちから行こうか、どうしようどうしよう、これ下がいいのかな、オッケーで、あ待って待って、俺がこっち行くやったどうなんだこれ、えちょっと運感あったけど、まあ勝ちは勝ちだからいいか。まああのねワープブロックの中に入るのも技術ですよ、技術っていうことにしときましょう。それじゃあどんどんバトルやっていきましょう。またマリオいるなあの S プラス、そしてキノピオもね、もっとレートが高い S プラスの人が乱入してきましたね。初めてのスピードラン、うわこれ絶対難しいやつやえこれ絶対難しいやつだ、大丈夫かな、こういう時ね一番最後らへんに行った方がいいと思うんですけど、これ右に行ったらダメかな、ダメこれ、これ行っても良さそうじゃない、なんかうっそんマジかよ、これはダメだ、よし OK で上に行く、そしてやったゴール、ああ待とうと思ったんだけどごめんないやこれね待ってたら上からね急に来られてたかもしれないから待たない方が良かったかもしれない。今ね勝つことができたからあと1回勝つと4900台に乗ることができます。そしてあとね100増えれば念願の S プラス、とうとうねピヨキングここまでやってくることができましたいや長かったな、まだ行ってないけど。で次はね猫マリオのままゴール、やっぱねみんなでバトルやってるとやっぱゴール条件っていうのを見逃しがちだから、よしオッケーで走っていこうか、よし、うおービビった、うおちょっと待って、よし待って、危ない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 、
これはちょっときついな。上から行こっか。オッケー。で、あの、よし、これをジャンプして取りに行く。あ、待って、あれどうやって取りに行くんだろう。左かな。そしてジャンプしてドアに入る。で、危ない、これは危ない。よし、うおー、待って、これ積んでないな。別に俺が行ったな。待ってくれキノピコよ、待ってくれ。よし、オッケー、逃げるんだ、逃げるんだ、オッケー。そしてこの鍵のドアに入る。そしてオッケー、やった、よし。よし、逃げることができた。え、今日3連勝だ、久しぶりだな。これで4900台乗ることができました。でも今4901だから、今1回負けるとまたね4800台戻るんですけど、次はね、なんかね、負けそうな気がするな。3連勝とかなかなかないから、そろそろ負けると思うんですけど、そうならないようにね、頑張っていきましょう。で、次はクリボーを69体倒してね。オッケーオッケー。69体か。もしかしたらスターかなんか取るのかな。それとも自力で倒していく感じかこれ。きついな。マグマがあるけど、上がってくるのかなこのマグマ。よし、上がらないけど。よし、オッケー。ナイス、キノピオありがとう。そして、ジャンプしてマグマを越えていく。これはスタートかな。違う、スターではないな。で、上に行く。これ上に行こっか。そしてこれは、なるほど、ここでベルが出るのね。で、この土管に入ると、どこだこれ、これはどこだ。一応このまんま、いや、ファイヤーマリオで行こうか。ファイヤーマリオで行った方がなんかクリボー倒しやすそうなんですよね。ここなんか熱いぞ、ここ熱くない。よし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 、オッケーオッケー。で、鍵が出てきた。で、クリボー69体倒す条件は俺がもらっていくぜ。よし、で、鍵で、下にスターがあるでしょきっと。オッケー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 。で、俺が倒すんだ。よし、ビオキングさんが条件を達成した。で、このまま逃げようか。で、このまま逃げていく。ゴールは？オッケー、やった。4連勝きました。一応みんなね、ゴール前で待ち構えてんだ。そしてよし、それじゃあ次でラストバトルにしたいと思います。今日調子いいな。いや、このまま5連勝いきたいですよね。4921か。もうちょっとで S プラスなんですよね。4950ぐらいまでいけたら最高だけど。で、次はね、ブンブンを1体倒してからゴールね。これブンブンを倒したやつがゴールできる感じかな。よし、じゃあマリオ一緒に行こうじゃないか。あ、待って。待って、左に投げないで。あー、投げられた。まあブンブンだからいいでしょう。まあそんなにね、早くブンブンは倒せないから、スターとかない限りね。あ、これ上じゃないの。上に行けないね。多分これ上に行けないと思うんですよね。あ、 P？ そして左に行く。踏んで左に行く。あ、危ない。よし、で、この間に、よし、 OK。 マリオ取り残された。マリオがかわいそう。よしよし、キノコ OK。 そしてこのまま行こうか。危ない。よし、ジャンプジャンプジャンプ。 OKOK、OK OK、待って、これ俺死ぬ、俺死んじゃう、これ俺死んじゃう。あ、危ない。オッケー。で、次は右に土管に入るとジャンプ、オッケー。そして、あ、危ない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 、自分で自滅するとこだった。危ねえ。よし、あ、危ない危ない。よしよし、で、キノコ取っていこうか。しっかりここはキノコ取っておこう。一回当たってもいいように。あーはは、これは何だろう、これは何だ、怪しいぞ、すごく。これはどうすればいい。あ、待って、キノコキノコ、マジかよ、どうしよう。え、嘘、え、どっから行ったの。マジか、負けたな。はい、それじゃあね、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。
今日はね4連勝してめちゃくちゃ調子が良かったからレートもどんどん上がって4900台に乗ることができました。近いうちにねほんと S プラスになれるといいんですが、よかったらぜひ皆さんも応援してください。それじゃあまたね。